ではインタビュー始めていきたいと思います。お願いします。ではまずお名前をフルネームで教えてください。はい、野渡和也と申します。はい、所属店舗を教えてください。ファイティングロボ松本店所属です。はい、ありがとうございます。続いて入会時期を教えてください。はい、入会時期は3年ほど前になります。はい、ありがとうございます。で続いて、入会前はどのようなことを困っていましたか。はい、学生時代も野球部に入部していたんですが、はい、引退した後に体を動かすところを、何かを探しているときにファイティングラボを持つのことを見ることができて入会しました。はい、ありがとうございます。で入会後どのようなことが改善され解決されましたか。はい、私はもともと精神面、気持ちが弱かったんですが、ファイティングラボ松本でのレッスンや自主練習などを通して気持ちの強さを身につけることができる、それは今でもアルバイトや学校の行事で活かすことができます。はい、ありがとうございます。じゃ最後にあなたにとって恋活道場とはどのような場所ですか。はい、私にとって恋活道場とは生活などで何か困ったこと、悩みがあったり、ストレス、そのストレスを、発散する心の寄り所のようなところだと考えております。はい、ありがとうございます。ではこれで質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。